どうやら刺されて死んで転生しちゃったようだ。スライムに。これまでのあらすじをお話ししよう。俺はまず友達になった暴風竜ヴェルドラを捕食。その後ゴブリン、ガロー族、ドワーフたちと共に村づくりを始める。そんな時運命の人シズさんに出会った。私の旅の目的は私を召喚した男を探すこと。私を食べて。シズさんと共にその願いも吸収した俺は人間の姿を獲得した。とここまではあまりにもスムーズに進んできたのだが、正体を現せ邪悪な魔人め。負ける気がしない。オークの軍勢およそ20万。仮面の魔人、俺の役に立つがいい。時が来たのだ。少し本気を見せてやろう。なんちゃって。ここにもいずれ来るかもしれません。お前らも配下に加えてやろう。光栄に思うがよい。はあ、俺は仲間を見捨てない。